床削りは、画家ギュスターブ・カイユボットが1875年に制作した、油彩画である。ブルジョア階級の邸宅の床を仕上げるためにカンナで、削る仕事をしている都市労働者を描いた作品である。当時、ジャン・フランソワ・ミレイが、落ちぼ拾いで、オザク・ミノリを描いたり、ギュスターブ・クールベが、石割り妊婦で、田舎の労働者を描いた例はあったが、都市労働者を描いた作品は少なかった。 カイユボットの場合、クールベやミレイと異なり、社会的、倫理的、政治的メッセージを排除し、労働者らの仕草、仕事道具、小物などを冷静に写実的に描いているところに特徴が見られる。カイユボットは、レオン・ボナの下でアカデミックな絵画を学んでいた。この作品では、高い視点からの遠近法が強調され、床板の並び方は、 伝統的な約束に則っ,ったものとなっている。裸の上半身は古代の英雄のように描かれている。カイユボットはこの作品を1875年のサロンドパリに提出したが落選した。一部の批評家からは主題が低俗であると評された。カイユボットによる他のバージョンの床削り1876年。カイユボットはこの作品を含む2点の床削りを ピアノを弾く若い男、窓辺の若い男などブルジョア風俗を描いた作品と、共に、1876年の印象派、第2回グループ展に出展した。印象派展に対しては、全体的に厳しい批評が多かったものの、好意的な評価としては、ルイ・エドモン・デュランティが、カイユボットの鋭いデッサン力や都市風俗の描写を、称賛した。一方、エミール・ゾラは、 二点の床かけずりについて写真のような性格すぎる描写のために芸術的に劣ると評した。カイユボットが亡くなった1894年、彼の遺言執行者となったピエール・オーギストル・ノワールを通じてフランス政府に寄贈され、1896年、リュクサンブルール美術館に受け入れられた。1929年、ルーブル美術館に移管され、1986年に オルセイ美術館に移管されて、現在に至る。ありがとうございます。